はい、それでは大人のひらがな家業のポイントを少し詳しめに具体的に見ていきたいなと思います。そこでまずこのかからやっていきたいと思うんですが、このかのポイントになってくるのはこれ大きなポイント、まず最初この間の空間なんです。この空間をたっぷり取っておくことによってこの文字のおおらかさ、かっこよさが生まれてきます。なのでこれどうしてもですね、空間が狭くなってしまう場合が結構起きてしまう。これよいしょ、こんな感じですね。結構近いところに打っちゃうよということも起きてしまうので、できるだけ空間開けておくことが重要になります。となってくると、これ一つポイントになるのが、これマス目に書いているので非常に分かりやすくなるんですが、この文字のいわゆる中心になるところが、マスの中心ですね、マスの中心、文字の中心がちょっとこうなかなか分かりにくいところになってくるかなと思います。どうしてもこれ書いていくときに、よいしょ、マス目、ちょっと書いていきますね。マス目を書いてですね、マスの、中心を取っていきますと。でこれ書いていくときに、一つ目安が中心線になってくると、どうしてもこの角っこぐらいをこのラインとしてですね、この辺りを一つ目処に取ってしまいやすいんですが、ここを角、この角っこですね、この角っこと中心線が合うぐらいのところまで寄っていってしまうと、次点書くときにちょっと文字として窮屈に感じてしまいます。空間が少しこの辺りで取りにくくなってくるので、この中心よりも、この左側のパーツは左に寄せておく。もうこの角っこが、中心よりも左にあると、この空間はより取りやすくなってくるので、いわゆるこの文字の中心というのがですね、ちょっとなかなか分かりにくいところにはあるんですが、ただこの左のパーツを左に寄せる、そして点も少し右に寄せる、それで空間を開けておくっていうことが重要になります。ここがどうしてもね、詰まってしまいやすい部分になってくるので、ちょっと要注意で書いておくといいかなと思います。そしてその上でですね、よりちょっと詳しめに見ていきたいなと思うんですが、まず最初第1画目、まずこの第1画目、少しこういう風にですね、右上がりで上がっていくんですが、その際にこの線の長さになっていきます。まずこの線の長さ、少しですね長めに取っておくと結構かっこよく見えてきます。でこの長さをかっこよく見せるために、ここの部分の次2画目の線ですね、この線がいわゆるこの線を描いた中心、この中心よりも、少し右ぐらい、中心が一つ基準になってきますが、中心ぐらいかちょっと右ぐらいにかかっていると左の長さが少し長く感じてくるので、なんとなく全体がかの文字がかっこよく見えてくるんです。基本は中心で OK なんだけど、ちょっと右に、この、ぶつかる部分ですね、交差の位置ずらしておいてもいいかなと思います。逆に中心よりも左、ちょびっとでもこれが左になっちゃうと、なんか文字がですね、太ったような印象になっちゃう。中心がここだとするとですね、次の線がちょびっとでも左になってしまうと、ここの空間ですね、ここの空間が開いてしまうので、ちょっと文字としてかっこよく見えなくなっちゃいます。なのでこの文字書いていくときには少し長めに引っ張るイメージで、でその上で、中心かちょっと右ぐらいに打っておくと、ちょっとかっこよく感じてくるかなと思います。でこれ書いていくときに、意外とこれ第2画目、結構重要だったりするんですが、長さも実はそうなんですが、ちょっとですねテクニック的な部分見ていくと、ここなんですね、始まりの部分、ここめちゃめちゃ重要なんです。というのもここの部分で、いわゆる右上がりで長さをつけていくって、スーッとこういう風に書いていくと、確かに長さ取れたり右上がりで今度上がっていくんだけど、この入りがそのままスーッとこのような形で、一直線でスッとこう上がっていってしまうと、ちょっとなんとなく全体が丸っこく、子供っぽく見えてしまうんです。なのでここの部分でちょっとこの大人ポイント、かっこよさポイントをつけておくと非常にかっこよくなってくるんですが、これですねテクニック的に言うと、そこ、そこじゃないですね、ここここの部分で、最初の入り口を少しちょっとフックさせるような形で、こういう風に入ってくる、ちょっとこういうようなうねりというか波打ったような感じで最初入っていくと、ちょっとかっこよく見えてきます。ここが入ってくると若干これが引き締まりになってくるので、最初からスッと入れてしまうと丸っこく見えてしまうんですが、ここがですねちょっとよく見てみるとですね、よいしょ、ここもう一回いこうかな、スッとこういうイメージですね、このイメージで入っていくと非常に引き締まりもあるし、なんかこうこなれた感が出たり大人っぽく見えてくるので、ちょっとこれよく見てみると、最初のラインちょっとこういう風にですね、スッと下に少し下がったような、下がったといっても
こう下がるわけではないんですが、なんとなくそのイメージになってくるかなと思います。で、この入り口というのはこのかだけではなくて、何文字かで使えるんですが、一番ですねこれ、分かりやすいのがひらがなのつです。たちつてとのつ、このつなんかもどうしてもあのなんかこういう字ですよね。もうスルッとただ巻いていくだけのような文字で、子供っぽくなりやすい文字でもあるんですが、この最初の出だしラインを同じような形でスッとこう引っ掛けていく、まあ、フックさせると言ったり、するかなと思うんですが、ちょっとここの部分でそのままスルッといくと全体が丸みを帯びてしまうので、ここでスッとこの入りをですねつけていくとちょっと大人っぽくなっていきます。なのでここの部分で、ひらがな少し最初の出だしの部分にちょっと注意して書いていただくといいかなと思います。でその上でですね、ここからスーッと上がって右上がりで上がって書いていきますと。でここ少し跳ねて、まあ、少し中心かちょっと左ぐらいでもいいかなと思います。で、ここの、角度感ですね、この線の角度的に言うとこの角度とこの角度が大体合ってるぐらい、なのでここの部分ですね、この角度と、まあ、大体この角度が大体合ってるぐらいかなと思います。でここの次ですね、書いていくときにこの点の位置結構重要になってきます。でこの文字かという文字の、いわゆる次元、字母と言われるような元々の、字があります。ひらがなは漢字が、どんどん変化されて、できてきたものになりますが、このかという文字は加えるという文字ですね、この文字から来てます。このかという文字ですね、加えるという文字から来ているので、次の点というのがこの口の省略形になっていきます。となってくるとこの点の位置が、このいわゆるですねこの角っこ、少し右上がりでスーッと上がってきて、この角っこ、ここからですね水平線を取ってみたときに、ここからだいたい水平線と同じぐらいかちょっと下がってるぐらいが、いいかなと思います。逆にこれがですね上がってしまうとちょっと文字としてですね、形としてちょっとこの文字が、いわゆるこれが右上がりで上がってくるということは こういうことの、になってきます。バランス的にちょっとこういう形になって、くるので、ここを少し口の部分もう少しやっぱりこのバランスだと良くないから下げると、それが点になっていきます。でちょっとこう下がっているか大体同等ぐらいから、スタート位置取っておくといいかなと思います。ということでこの文字ですね、かという文字、まず何よりも空間をちょっとですねこうしっかりと開けると、この空間を開けるためには、この左のパーツを左に寄せておく、これが何より重要になってくるので、まずちょっと、大きなポイントとしてはここ押さえておくといいんじゃないかなと思います。そして次、木の文字になってきます。この文字もですね意外とこう難しい文字になってくるかなと思うんですが、曲線がですね、いろいろついてきて、ここをどういう風にかけていくのかっていうのが非常に問題になってくるんですが、まずこれそれぞれ見ていくと、第一画目この線ですね、この線とそれからこの線、2画目の、まあ、横線ですね、この線を少し右上がりで上げていくんですが、だいたい長さ的に言うと同じぐらい同等程度の長さになっていきます。ただ同等の長さなんだけれども、ところがこの始まりの位置が少し変わってきます。まずこれですね、第1画目これぐらいの長さで、2画目長さ同じなんだけど、スタート位置始まりを取ってみたときに、まあ、垂直線を取ってみますと、でここよりもちょっと右から寄せていくんです。同じところよりもちょっと右からスタートをさせて同じ角度ぐらいでこう入っていきます。でここからですね、さらに違いが出てくるんですが、いわゆるこれ適当に書いていくと1,2,3とですね、なんかこんな形になってくると、この始まりのラインが同じぐらいかちょっと右側にこういう風に張り出してしまうことも出てくるし、この線がちょっとこのような形で下に向いてしまうということも起きるので、ちょっとここ要注意かなと思います。でここが、ある程度少しズレになってくると、次のこの線もですね、結構分かりやすくなっていきます。でここ次書いていくと、まずここまっすぐと下方向に斜め下に打つというか、少し反りながらスーッとこういうようなイメージで、入っていきます。でこの時に、まあ、目印というかですね目安になってくるのが、まず最初、この上の横線の中心を通っていきます。で次の線はこの中心よりもちょっと右に振っていくんです。ここが一つポイントになります。どうしても中心取りやすいんですが、中心、まあ、ここまでいかなくても、まあ、この辺りかな、まあ、3分の1ぐらいこう1、2、
3と 3分の1取った時にこの辺りですね、中線のちょい右ぐらいを目処に入っていきます。ここからスーッとこういう風になっていくんですね。このような角度で入っていきます。そうするとこの角度が、大体ですね、こう少し斜めにこう入ってくるので、これが入っていった時にこう下方向に入らずに進んでいきます。なのでこの横線を少しまずずらし、スタート位置をずらすこと、そして、かかる部分ですね、交差の位置が真ん中と、真ん中より右側、ここを少し意識するとこの角度ちょうどよく塩梅よく入ってくるかなと思います。でこの時に、NG ポイントをちょっと見ていきたいなと思うんですが、これ NG ポイントですね。これ書いていく時にここまで良かったんだけど、どうしてもこの後スーッと書いていってこの線が長くなる、つまりこの横線よりも下の長さが結構長くなっちゃうんです。なのでこの長さをできるだけ短くしておく、これが要注意ポイントになります。一つ目安としてはですね、これ書いていくときに上の空間と下の、まあ、空間というかこの線の長さですね、間のこの長さとそれから下の長さが同等よりも短い、これがポイントになります。なのでこれ書いていくときに、例えばですね、スッとスッと書いていて、スッとこういう風になってしまうとすごく、長い感じがしてしまいます。すごく顎が伸びたような感じに見えてしまうので、ここの部分をキュッとこう押さえてあげる。今の現状だと1対1ぐらいだったので、もう少しさらに押さえていく。でこれぐらいに押さえておくとちょっと引き締まった形になってくるので、この割合とこの割合大きく変わってきます。できるだけこの線を横線、下の横線を過ぎて、できるだけ早めに切り上げておくといいかなと思うので、ちょっとここ気をつけておくといいと思います。で次ですね、ここから少し跳ねて次につながるようにいきます。でこの次につながるようにいくんですが、この、最終角の始まり、この始まりがだいたい一つ目安としてはですね、一画目の始まりのここから垂直線下ろしていったところぐらいから始めていくと、ちょうどいい位置になってくるんじゃないかなと思うので、ここの部分が大幅に中に入ってきたり外に行ってきてしまうとちょっとズレになってくるので、一つ目安としては分かりやすいかなと思います。なのでこれ左のそれぞれのポイントを見てみると、一画目の始まりから垂直に合わせるとこの始まり、最初中角のこのスッとしたこの始まりは一緒ぐらいなんだけど、2画目はちょっと右側にずれていきます。なのでここの、それぞれ目安ポイントをちょっと意識して書いてあげると、いいかなと思います。中心、そして中心よりもちょっと右、そしてここの長さはすぐできるだけ切り返しを早めに書いておくと、こんな形で書いていくといいかなと思います。で最後にこの文字、一番の NG、 一番というかですね、結構 NG ポイントとしては最終のこの線になってきます。始まり良かったんだけど、この線のカーブなんです。この線を描いていくときに子供っぽさというのが出てきてしまうので、ここの部分でよいしょ、ここのよいしょ、こう描いてですね、最後こういってですね、ここからこのあたりいいんだけど、ぐるっと最後丸まっちゃうと、この曲線をくるんと丸めちゃうと子供っぽくなるので、ここをですね大人っぽく見せておくためには、ここをあんまりカーブつけないで、なんとなくこうくるんと丸めるというか、スッとこう入れていくだけ、まあ、このイメージで描いておくといいかなと思います。実際問題、曲線カーブは確かについてるんですが、丸める意識ではなく、なんかスッとこう下ろしていくぐらいの感覚で書いていくといいんじゃないかなと思います。ということでこの木という文字ですね、この辺りで要注意書いておくといいかなと思います。はい、それでは句の文字やっていきたいなと思うんですが、この文字もですね、どうしてもこう適当にスッスッとこう書いてしまって、なんかこの文字あれ矢印的に見えちゃうなっていうことが起きてしまいやすい文字かなと思うんです。なのでこの句という文字を矢印的な形からひらがなとしてのかっこいい句の形にしっかりとしていきたいなと思うんです。そこでこの矢印的に見えてしまう原因、理由として大きく2つあるんですが、まず1つ、この矢印的に感じてしまう理由として、このスタート位置、最初の位置からいわゆるこの角っこの部分まで、このいわゆる幅としてのこの長さがしっかりと幅が出てしまう、これ幅が出てしまうと少し矢印的に感じやすくなってきます。なのでこう大人っぽいかっこいい句を書こうっていう風にイメージとして書いていく場合には、ちょっと細長い感じで、あんまりこの幅をできるだけ取らないようなイメージで書いていくといいかなと思います。なのでまず一つ、この句として書いていくときに、あんまり幅を取らない、あんまりぐーっとですね、こっち側左に沿っていく
かないよということが重要になります。そしてこれ矢印的に感じてしまう大きな原因理由としてこれなんですね。適当に書いていってしまうとどうしてもこれなんとなくスッスッとこう書いてしまって、この線がそれぞれがなんかこうまっすぐと直線的に感じてしまう、これがどうしても起きやすいんです。なのでここの直線的な入りを少し反りを入れて書いてあげると非常に良くなってきます。なのでここ書いていくときにまっすぐじゃなくてこうずーっとこの反り、そしてこの反り、イメージ感としてはこんな感じを意識しておくといいかなと思います。なので大きなポイントとしては2つになってくるんですが、幅を取らないことと少し反りを加えること、これが1つポイントになってきます。その上でこれ、さらにですね詳しく見ていきたいなと思うんですが、まあ、この文字もですねただスッと入れるだけにはなってくるんですけれども、ただこの時にですねこのマスの中心、まずこの中心線がここになってくるんですが、ちょっと右から始めてあげるといいかなと思います。でここからですねスーッと入れてあんまり幅を取らない。でここ始まりのレーン、ちょっと、分かりにくくなるので中心線を一回消しますと。でこの中心線から少し右からスタートしていって、ここスタート位置から垂直線を下ろしていくと最後の終わりがちょっと始まりよりもちょっと飛び出てるぐらい、これぐらいだといいかなと思います。まあ、いくつか書き方はあるんですが、ここの部分で極端に、よいしょ、ここの部分がぐっとこう張り出すわけではないんですが、ちょっとここの始まりよりも少しだけ線1本分2本分ぐらい、長さ取ってあげてもいいかなと思います。そうすると、ここがですね始まりよりも右側に出るということは、よいしょ、ここの部分のいわゆるこの、前半部分と後半部分に分けていくと、まあ、この長さ的に言うと、ほんの少しなんですがちょっと下の方が長く、感じてくるかなと思います。極端に下を長くするわけではありませんが、若干ここよりもですね、よいしょ、右側に弾き出すことを考えると長さがちょっとだけ生まれてきます。でこのほんのちょっとした長さでいいので、これがついていると少し足長感がついてかっこよくなってくるかなと思います。なのでこの文字ですね、まあ、簡単そうな文字なんですが、少しこの幅を抑えてあげたり少しこう反りを加える、で反りを加えるときにこれよく見てみるとですね、単純に始まりから終わりまでスッとこういう風に言ってるわけではなくて、少しこうまっすぐこのイメージ、ここですね、最初の出だし初速の部分を若干だけまっすぐ下に下ろすちょっとした感覚、このちょっとした感覚が大人のひらがなになってくるので、ここを意識するといいかなと思います。どうしてもこの始まりから終わりまで、まあ終わりというかですね角っこの部分まで、ここからそのまま反りをこういう風に入れてしまうとどうしてもこれまた矢印的に感じてしまうので、少しここの部分で始まりからいわゆるまあ角っこの部分まで、ここから書いていくときにここからスーッと少し下のイメージで、ここからグッとこう反っていくイメージを少しだけ、ほんのちょびっとなんですよ、ほんのちょびっとなんですが、よいしょとすぐこういう風に向かわないように書いておくだけでもまた印象こう変わってくるので、よく見てみるとほんのちょびっとなんですが、ちょっと、この出だしの部分だけ、下に向かっています。なのでこのあたりちょっと意識しておくといいかなと思います。そして次このけという文字ですね、このけの文字なんかだと、大きくポイントとしてはですね、上のラインに注目しておくといいかなと思います。どうしてもこれ書いていくときに、上のラインが揃ってしまったりするので、ここ特に下ですね、特に下をですね下げておくっていうことはやっぱりかっこよさの部分になってくるので、よいしょ、1画目書いて、そして3画目最後のラインで、ここがですねこうちょっと短くなってしまう、まあ、ここは揃ってるぐらいになってしまうと短く感じてしまうので、ここを少し下げておくぐらいの感覚で書いておくといいかなと思います。でこれ書いていくときに第1画目ですね、1画目から長くしてしまうと長さちょっと右側でつけにくいので、ちょっと抑え気味で書いておくといいと思います。でここ書いていくときにこれをですね丸めていくと文字全体的に丸まっちゃうので、この線をよいしょスタートからですねそのままスッと下ろしていくだけで、この時に中に入れていかない、少しですね、まあ、この部分があんまり外に弾くわけにはいかないんですが、ちょびっとですねここから垂直線を下ろしていくと、ちょびっとだけほんの線1本分だけ外に弾いていくぐらいの感覚で書くと丸まらずに済みます。なのでどうしてもこれですね、これ書いていく時にどうしてもこうスーッとこう丸まって感じてしまうことがあるので、そのままスッとこういう風に入れていくと、まあ、これだけでも印象こうちょっと変わってくるかなと思います。ちょっと分かりにくいかもしれないですが、ここの部分であんまり丸めないこと、これが一つポイントになっていきます。でここですね次跳ねていくんですが、跳ねて次ですねしっかりこうつながるように羽を、作っていくとリズムよく見えていきます。でここ次こう横線書いて、ここもですね次にこうつながるようにスーッとこういう風にですね書いていくと、ここからスッと次につながって書いていく、で次につながってこう書いていく、このリズム非常に重要になります。そしてこれですね
横線を書いていくんですが、これ横線と縦線、まあ縦線というかですね、このあたり十字線が横線の中心よりもちょっと右にかかっているといいと思います。だからここの部分で、中心ではなくちょっと右側に打っておくこと、これ必要になってくるかなと思います。で、上のラインを取ってみると上よりもですね、左よりも、まあ、若干高いぐらいの方が、まあ、かっこよくは感じてくるので、これ書いていくときにですね、スーッとちょっとこう書いて少しですね、上も少し高く伸ばしてあげたり、下も伸ばしてあげたり、もう上はほんのちょびっとでいいですが、下は少し段差、少し強めに長くつけておいた方がいいかな。上は本当にちょびっとで OK です。なので、まあ、このあたりですね、ちょっと書いていくときにはこの線に要注目と、それから十字線かかる位置に要注目、そして最後この段差をしっかり長さつけておくことが必要になってくるかなと思います。はい、それではこうやっていきたいなと思うんですが、まずこれ2種類の書き方実はあるんです。で、そのうちのまず左側、こっちの方がどちらかというとこうの印象としてはイメージ感持たれている方多いんじゃないかなと思います。まずですね、これ大きなポイントとしては、イメージ感としてこという文字だと外側に膨らんで膨らんでいく、なんとなくこんなイメージになってくるかなと思うんです。ところがここの部分で、いわゆるこの曲線をこのような形で外に外にをイメージすればするほど文字が丸っこく感じちゃって、ちょっとかっこいい文字にはなっていきません。なのでここの部分の曲線感をできるだけ減らしてあげる、これが重要になっていきます。で、これ書いていくときに、例えばこれなんかもですね、結構始まりと終わりがこう水平線をたどっていくと同じぐらいになってくると、いわゆるここが上に上がって下に下がってというような形でそのままぐるんぐるんと回してしまうんですが、この時にできるだけこの丸まり感を取ってあげることが重要になります。で、これ左の方なんですが、上にどちらかというとイメージこういう風になってくるんですけれども、ただこの時に単純にくるんとこう丸めてしまうと非常に丸っこく見えてしまうので、ここのですね、まず一つ角度として下がっていくイメージ、なので全体的に斜め下のイメージをどちらもつけていく、上に上がって下に下がる、そこから下に下がって上に上がる、こうなってしまうと、子供っぽく見えちゃうので、どちらにおいても上も下もですね、そのまま下がっていく印象で描いていくっていうのは、どちらの、形作りも一緒になっていきます。その上でここですね、実はこの左の文字というのは単純に、いわゆるですね、単純にここ、一画目上の線がスッとこういう風に、確かにこれもですね、下方向にこう下がってるんだけれども、ただこの入り方だとどうしてもなんかこう丸っぽくそれでも見えてしまうんです。なのでここ一つテクニック入っています。それがですね、この最初の出だしの部分、先ほどのかとかつとかも、この同じような入り方だったんですが、単純にここ最初の部分スルッと入るんじゃなくて、ちょびっとだけクイックモーションで少し波打っていくんです。で、このかとかつのような、まあ、かも、ちょっと一回か書きますね。かの入り、こんな感じですね。この、ちょっとこう、スッと入っていく。で、つなんかもこういう入り方になってきます。で、最初の入りが、イメージは一緒なんだけれども、どちらかというと、かとかつは、少しこのあたりが大きな波を打っていくというイメージで書いていくと、まあいいというかですね、大きなイメージになるので少し簡単というか難易度的には少し楽なんですが、この線というのは短い線なんです。とにかく個というのは全体の大きさからしてちっちゃくなります。例えばあとかかに比べると非常に小さな作りになってくるので、ここの部分で長さを短くしておきたいんです。そうするとこのテクニック、使おうと思うと結構難しいんです。本当にちょびっとのクイックモーションになってくるので結構難しいんですね。なので、こっち側いわゆる斜め下でちょっとふわっとした感じに作ってあげてもいいんだけれども、意外とここの部分のクイックモーションをしっかりと作っておかないと、単純に斜めがけでこういう風に入ってきてしまうとなんかちょっとこう子供っぽく感じる場合もあるなっていうことなので、ここの部分の最初のラインを少しこうスッとこういうイメージですね。意外とこの波打ちというのが意外とこう難しかったりするんですが、ちょっとここでテクニックちょびっと入れてあげるとよりかっこよくなってきます。で、ここでなんですね、これ書いていくと意外とちょっと難しい、ちょっと本当にちょびっとの一瞬のクイックモーションなので結構難しいんです。で、そうするとこっち側、右側の書き方の方が書き方というかですね、書きやすいかなと思います。なのでおすすめとしては最初こっち側から入っていただくと結構書きやすいんじゃないかなと思うんです。ここの部分イメージはなんか膨らんでるイメージなんだけど、こっち側のようにスッとこの反り方ですね、こっち側で反るという形も全然書き方としてはあるので、結構こっちの方が書きやすいかなと思います。なのでちょっとこっち側を見ていきたい
いなと思うんですが、これまた同じイメージで書いていくといいんですが、そもそものこの形作りとしてちょっとこういう斜めの線でこう打っていく、この印象をつけていきます。でこっち側ですね、一発目少し反るんですが、そのまま反るように上に向かわないように下に向かっていきます。でこの時にとにかく短くしておいてください。すごく短く書いておくので、どうしてもこれ長くなりやすいのでちょっと要注意。ここまず短くして跳ねていきます。でこの次なんですね、ここが、次この子という文字の大きなポイントになってくるんですが、ここを次跳ねていって次につながるときに一画目の始まり、ここから垂直線を下ろしていったとき、ここと同等ではなく同等よりもちょっと右から始める、そして右で終わることが重要になります。これよく見てみるとですね、始まりから垂直線、ちょっと微妙、垂直線っぽいかな、若干ずれてるかもしれないですが垂直線だったとして、始まりよりもちょっと右からスタートして、この右側一画目の終わりよりもちょびっとだけ出しておく、この少しずれを生じていると、ひらがなの子としては非常に良くなってきます。どうしてもこれイメージとして始まりと終わりなんかこう一緒で終わっていく、あれ短いかなこれだと、始まりと終わりがなんか一緒というイメージになっちゃうんですが、ここをずらしておくだけでも全然雰囲気変わってくるので、そもそもの線たちをとにかく短くしてちっちゃく書いておくこと、それから少し、始まりの位置をずらしておくこと、これを意識するといいんじゃないかなと思います。これはですね、こっち側の右側の作り方でも、こっち側左の文字の作り方でも始まりと終わりのラインに関して言うとですね、ほぼ一緒、ずれていきますので、ここは要注意で書いておくといいかなと思います。なのでここ書いていくときに、少し斜めで、イメージかけておく、そしてここの上の作り方をどっちで書いていくのかということで、注目ポイント、当てておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。